お疲れ様です。ベーシストの龍一です。ちょっと前にコメントであった、ちょっと待ってくださいね。何やったかな、夕闇に誘いし漆黒の天使たちっていうバンドですかね。でこれの猫サンキューっていう曲の、スラップの、フレーズの解説してもらいたいということなんですけれども、ちょっと僕このバンド知らなくて、名前すごい名前があれですね、漢字めっちゃあるっていう、もう漢字結構、ね、覚えられないタイプなんでねっていう感じなんでね、それをちょっと今日はやっていこうかなと思います。まあ簡単なペンタトニックを使ったフレーズですね。でフレーズもそんなに特別なことをしているわけではないので、まあもう覚えやすいかなと思います。ちょっとスラップが早いかなっていうぐらいなんでね、そんなに難しくないということなんで、まあぜひ一回チャレンジしてほしいということでね、まあ、早速じゃあ一回演奏していきます。じゃあどうぞ。こちらのやつですね、まあ、ちょっとタブ付きで説明していくんですけれども、まずゆっくり弾きますね。こんな感じです。うん、普通の、これがね、これがどこや、C シャープですかね。 C シャープ兼 D マイ、D フラットかな。このポジションでのペンタトニックスケール、この辺の音ですね。まあオクターブでしょ、こうやって。でハンマリング、でハンマリング、これだと2弦のサムが入ってくるから、まあ、ちょっと、2弦サムをきれいな 音鳴らせたらいいかなっていう感じですね。でここちょっとなんかそのグリスの感じっていう感じですね。まあ、ほんま普通のペンタトニックスケールっていう、感の使ったスラップフレーズになってると思います。まあちょっと早いんでね、結構豪奏の音とかいっぱい入ってるから難しく聞こえるかもしれないですけれども、まあ、慣れるとこういうスラップってね割と簡単にできるんでね、まあ、ぜひ一回挑戦してみてくださいということでね、今日の動画はこういう感じになってました。で今日はね、夕闇に誘いし漆黒の天使たちっていうバンドの猫サンキューという曲のね、スラップの解説になりました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。でね、対面とオンラインレッスンやってますので、まあ、興味のある方は概要欄の方から連絡ください。それではお疲れ様です。